はい、皆さんこんにちは、ワネルグリフジです。今回もプロ野球スピリッツ2019を使って検証をやっていきたいと思います。で、今回のテーマは2番打者最強説、これをね、やっていこうかなというふうに思っています。メジャーリーグの方では2番打者最強説ってね、ちょっと前からあったのかなというふうに思っているんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですが、実は最近 DeNA ラミちゃんがオーダーを結構組み替えてきていてですね、後半戦のオーダーが2番筒香なんですね。日本の4番と言っても過言ではない、4番筒香だったんですけども、後半戦に入ってからそのオーダーが変わっていて、2番筒香で3番4番に助っ人外国人っていうようなオーダーになっています。なのでね、ちょっとこのオーダーで2番最強説を検証していこうというふうに思っています。で、検証の方法なんですが、ペナントモードで筒香が4番と2番のパターンで大ペナを回していこうということになります。で、怪我とかトレード、そういったものはなしでフル出場設定で、やっているので、本当に4番2番それぞれの筒香が、全試合スターメンフル出場ということで、まあそこはね、公平性を保つような形で検証の方をさせていただいています。今画面の方を映させていただいてますけども、こちらが筒香が4番のパターンでの検証になります。で、このままね、4番筒香パターン最後まで見ていきましょう。はい、ここで、優勝チーム出てますね。これ見ると DeNA2 位が3回で、4位が1回という形です。で、個人成績の方も見ておくとですね、ご覧の通りになっています。まあ、基本的には30本はホームラン打っているのかなというところですね。ただ打率が、まあ、2割6分から8分あたりで、まあ、推移しているというのが筒香4番のパターンの結果になりました。おさらいです。2位が3回、B ランク4位が1回というのが筒香4番パターンの検証の結果になります。ではこの後ですね、続いて筒香が2番のパターンもご覧いただきたいと思います。筒香が2番のパターンです。で、このあたりからね、優勝チーム、リーグ優勝チームが決まってきて、いるという状況です。で、これ見るとですね、結果、順位ですね。DeNA なんですけども、2位が2回、4位が1回、5位が1回という形で、正直言って、筒香が2番だろうが4番だろうがあまり大差はないかなというのがチーム成績なんですけども、注目していただきたいのがやっぱり、個人成績なんですよね。個人成績を見てみると、やっぱり打席がね、2番の方が回ってくる回数が多い分、総じて、ホームランが多く出ているのかなと
というふうに思います。特に画面左下3回目のオーペナーだとですね、本塁打41本打ってますね。確か筒香だとホームラン44本っていうのがキャリアハイだったと思うので、まあ、それに近い数字が出ているっていうのが、まあ、打席が回ってきた回数が多い分ホームランもその分多く出たのかなというふうに思います。まあ、2番と4番でそこまで、あくまでもプロスピ上ではの話になりますけども、チーム成績に大きな変化はなかったです。ただ2番の方が打席が多くなる分ね、個人成績としては安打数、ホームラン数が多かったですという検証の結果になりました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。